2014年に長時間労働や部下のパワハラが原因で自殺した静岡市の男性職員の遺族が、静岡市に損害賠償を求めて静岡地裁に提訴することが分かりました。静岡市の50代の男性職員は、長時間の残業や部下からの叱責といったパワハラを受けて、2014年の10月にうつ病を発症し、その2ヶ月後に自殺しました。去年6月には男性職員の自殺が公務災害と認定され、遺族が市に対して関係者の処分などを求めていました。しかし市は処分をせず、遺族側はこうした対応を不服として市におよそ6200万円の損害賠償を求め提訴する方針を固めたということです。私の手元にまだ訴状が届いておりませんので、その詳細については分かりませんけれども、改めてご遺族の皆様に亡くなられた職員のご冥福をお祈り申し上げ、お悔やみを申し上げたいと思います。遺族は明日にも提訴する構えで、責任の所在をはっきりさせたいなどとしています。